待てば過激のズカ日和。皆さんこんにちは、めぐまりです。さて今回はですね、先日峰沙織さんの追悼チャリティーコンサート愛の旅立ちを感激いたしまして、見させていただきまして、その感想についてお話ししていきたいと思っております。はい、この公演はですね、本当は去年行われる予定だったんですけれども、もうコロナの影響で全ての公演日程が叶わず途中で中止になって、それがこう改めてということで今回リスケジュールをいたしまして上演されたわけなんですけれども、それにご縁をいただきまして、見せていただけることになりまして、見てまいりました。峰さんの同期の高潮さん、ことぶきさんはじめ、星組、そして宝塚をね作ってこられた方、つないでこられた、もうそうそうたるメンバーが出てるわけですよ。もう私ここにいていいのかしらと思いながら客席座らせていただいてたんですけども、周り見てもきっとこう長年ずっと宝塚を愛してこられたんだなっていうファンの皆様が座ってらして、客席もこうなんだかいつもよりも愛にあふれていたような気がしましたし、舞台上もなんだかいつもよりも愛にあふれている、本当にこう素敵な空間だったなって感じております。もちろんね、しめさんも舞台に立たれていたわけなんですけれども、かっこよかった。私は現役時代を拝見することができなかったんですが、はあかっこいいって思って、はあかっこいいと思って、あの幕開いた瞬間にずらっとこう出演される方々が並んでて、まずはってことで歌ってくださったんですけど、私それでボロボロ泣いちゃって、何なんでしょう、心が震えるってこういうことなのかなと。もちろん皆さんも宝ジェンヌという立場ではないんですけれども、宝塚の世界にいたっていうこの誇りを持って今この瞬間ここに立ってます。そしてミネさんへの愛を客席の皆さんと共に届けますっていうような、その気持ちがものすごく伝わってきて、うまく言葉にできないんですけど、心が震えると言いますか、あの瞬間もボロボロ泣いたんですよね。あ、本当に宝塚って皆さんね、愛にあふれてるっていう風におっしゃってるんですけど、あ、こういうことなんだなって感じた瞬間でした。あと、皆さんね、これスミレコードだと思うんであれなんですけど、もう私なんかよりも大先輩なわけじゃないですか。けどものすごく声が出るんですよ。もうなんか声が出るんですよって私が言うのもおこがましいくらいなんですけど、もう本当にもうなんかもう恐縮なんですけど、え、私何やってんだろうって思っちゃったんですよね。きっとご卒業されてからもトレーニングだったり誇りを持っていつでもこう歌えるぞ、舞台に立てるぞ、背筋ピッと、なんかそういったこう気持ちで日々過ごしてこられてたんだろうな皆さんって思うと、はあ、もう私は何をやってるんだ、そんなんじゃダメだ、もうこんなんじゃダメだと思って、毎日ちゃんとしっかり一日一日をこう自分と向き合いながら、お仕事ももちろんですけどやっていかなきゃいけないなって、諸先輩方の舞台姿を見て学ばせていただきました。
まあ、私タカラジェンヌじゃないんですけど、ね、職業は違えと思いましたね、はい、あともうこれぐっとね来たポイントがあるんですけど、しめさんが峰沙織さんから動くなと、動かない美しさは男役としてグッとするからかっこいいのよって言われたんですと、あの番組でもね話してくださったんですけど、でそのコンサートの中で現役生からのメッセージということで、まあ、レイさんがビデオメッセージ寄せてくださってたんですけど、同じことをおっしゃってたんです。で、あこれが宝塚のバトンリレーなんだと思って、あそういう風にバトンが受け継がれてきたんだなって思って、あその瞬間をこうやって目の前で見せていただいてありがとうございますってもう心の中で合唱しておりました。そうやってこうね代々先輩から後輩へそういうこう歴史をね受け継いでいったからこそ今までつながってるんだなっていうふうに、もっといろいろたくさんあると思うんですけれども、その一部をちょっと見せていただいたような気がしました、はい、すごく心が豊かになった瞬間でした。今回もねちょっと思いあふれてちょっとたくさん話してしまいましたけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。それでは。